前のみ。いいなこれ。斬新だなこれは。やっても煮込みゼロでいきます。新しいマジで。はい。もうね不幸のお酒っつって。ほら。うわ。いや。ああありがとう。ああ来たねこれ。いくぞ。これはまずい。いろんな意味で。じゃあ、いきます。よくないよ。はい、はい、はい、じゃあ、はい、いきます。はい、パイの実の部分きたよ。絶対やらせでしょ。ほら。ガラッ。ガラッ。マジでやばいものができた。チョコの味する。おい、誰だよ。こんなことしようって言ったやつ。そのまま食えばどれもまともに食えたのに、全部合わせてもうどれ一つ食えなくなっちゃったよ。なになになにだよ。うせな。この鍋私みたい。あれまたどういうこと。一発逆転しようとしてなけなしのいろんなものつぎ込んで、あがいて騒いで、もっと取り返しのつかないことになって、煮ても焼いても食えないような人生の出来上がりです。チリーン。ゆかりちゃんね、そういえばさ、もじゃこどこ行った？あれあれちょ、ね、もじゃこもじゃこがいない。もじゃこね、ちょ、そんな、え、もじゃこもじゃこあ、ね、出世する前に死ぬ。おー、ちょ、助け出せ。ちょっと、大丈夫？すげえ地獄。ちょっと、ね、もじゃこちょ、死なないで、お願い、せめて。おい、もじゃこどこだ？あ、いた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 ほらほら、これは変死体。出世できなかった。あ、もじゃこ死ぬな。ブリになるんだろ。お前まだブリどころかワラサにもなってないぞ。イナダですらない。おい、せめて私にはなれよ。もじゃこ。ガリッガリだよ。これを食うしかないのか。だね。ああ。プレゼントかな。いや、なわけねえだろ。ありがとうございます。お疲れ様でーす。いや。うわ、うまそう。え、なに、どういうこと？いや、結局こうなるんじゃないかと思って。さっきスマホで注文しといたんだよね。え金払ってないじゃん。カード。え、クレカの限度額いっぱいじゃなかったっけ？今月分昨日引き落としだから。ああ、8,000円分ぐらい使えた。天才かよお前。また借金が。さあ、嫌なことは忘れて食べよう食べよう。おう、ブリだブリだ。もじゃこ大きくなったね。結局こうなるのかな。それではいただきます。やっぱ鍋より寿司だな。リボ払いで食べる寿司ってうまいね。このお寿司、私みたい。なんか寿司だ寿司。ちだったな最後。